ボールトンポール・バリオール、英国空軍クランウェル飛行学校のバリオール T に1955年、バリオールは1950年代前半にイギリス空軍、海軍で使用された練習機でボールトンポール社が開発した。当初はターボプロップエンジンを搭載した練習機として開発されたが、その後空軍がピストン式エンジンを搭載することに使用を変更したため、 ロールスロイス社製のマーリンエンジンを搭載して完成した。1950年頃から配備が始まったが、その後ジェットプロボストが配備されるとこれに切り替えられたため、199機の生産で生産打ち切りになった。このうち、12機は、正論空軍用である。これとは別に、海軍用の機体が30機製造された。これが、シーバリオールで、 着艦フックと主翼の折りたたみ機構を有していた。シーバリオールは1950年代後半まで使用され、最後の機体は1969年まで飛行していた。バリオールはボールトンポール社製の航空機のうち、正式採用された最後の機体であった。バリオールは英国空軍向けのターボプロップエンジン付き三座高、東連周期への英国航空省の要求 T、 7、45に合致し、強豪機のアブロアテナに対抗する機体として設計された。バリオールは引き込み式の主車輪と固定式のオリンを備えた一般的な低翼端容器であった。訓練生と教官は、オブザーバーの前に並列に座った。試作初号機は、臨時の 820HP ブリストルマーキュリー30。 生型エンジンを装着して1947年5月30日に初飛行を行った。予定していたアームストロングシドレーマンバターボプロップエンジンを装着した試作2号機は1948年5月17日に初飛行を行い、これが世界初の単発ターボプロップエンジン航空機の飛行となった。航空省は1947年に この要求仕様を再考し、ロールスロイスマーリンエンジンを使用する複雑練習機の要求仕様 T14-47 に変更した。マーリンエンジンを装備したバリオール T2 が1948年7月10日に初飛行を行い、比較評価の結果アテナを破り本機が採用された。イギリス空軍のノースアメリカンハーバードに代わり多数が発注された。 マーク1のオブザーバー用座席は取り払われたが、並列配置の前席は残された。シーバリオール T21 は折りたたみ式の主翼と、着艦用のアレスティングフックを備えていた。しかし1951年に、航空省は再度練習機の要求仕様を変更し、ジェットエンジン搭載の練習機、デファビランドバンパイア T マーク11を調達することを決定した。 全量産型のバリオールは1950年に英国空軍の中央飛行学校に配備されたが飛行訓練の方針が変更されたためバリオールはノースアメリカンハーバードの大替機としてコッテスモア空軍基地の第7飛行学校に配備された。バリオールは後の1956年にデハビランドヴァンパイアティーマーク11に代替されるまでクランウェル飛行学校に就役し 1953年からは、ミドルワロップ空軍基地の第288飛行隊に限定的に配備された。バリオールの運用は1957年9月に飛行隊が解体されるまで続いた。C バリオールは、リオン・ソレントの第781飛行隊とアボット新地基地の第 1843RNVR で使用され、 最後の1機は1954年12月に配備された。残った数機が1963年9月までアボット新地基地で現役であった。12機のマーク2が王立スリランカ空軍へ輸出された。コスフォード A 空軍博物館に展示されているシーバリオール T21。ありがとうございます。